ラシン・サンタンデールは、スペイン・カンタブリア州サンタンデールに、本拠地を置く、サッカークラブ。1913年2月23日に、近隣のストロングと初めての試合を行い、1から2で敗れた。同年6月14日に、サンタンデール・ラシンクルブとして、正式に創設され、夏には、初の公式大会となるルイス・レドネ・サカズキに、出場した。11月14日には、 北スペインサッカー協会に加盟が認められ、サンタンデールフットボールクラブと合併した。1929年に初めてプリメーラディビションに参戦し、1930から31シーズンには2位となったほか、9シーズン連続でプリメーラディビションに残留した。1940年に西軍ダディビションに降格すると、その後の約30年間はプリメーラディビションと、 セグンダ・ディビシオンを行き来する期間が続いた。1949から50シーズンは、セグンダ・ディビシオンの30試合で99得点を上げ、10年ぶりにプリメイラ・ディビシオン昇格を決めた。フランコ政権中の1941年には、スペイン語以外のクラブ名が禁止されたため、レアル・サンタンデールと名を変え、この名前は、ホセ・マリア・マグレギ監督の下でプリメイラ・ディビシオン。 復帰を果たした1973年まで続いた。しかし、このチームは1シーズンで、セグンダ・リビシオンに降格し、再びプリメーラ・リビシオンと、セグンダ・リビシオンを往復する期間が続き、1990から91シーズンには、セグンダ・リビシオン B まで落ち込んだ。1992年には、ラシン・サンタンデールの下部組織出身者で、 スペイン代表歴を持つキケセテ決エンを獲得し、1992から93シーズンには、西軍ダディビジオンで3位となってプリメイラディビジオン、昇格を決め、1994から95シーズンには FC、バルセロナを相手に、ホームで5の0という歴史的な勝利を挙げた。2000年代に入り、2001から02シーズンだけは、西軍ダディビジオンでプレーしたが、 セティエン監督の下でプリメイラ・ディビシオーン昇格を決めた。その後は常にプリメイラ・ディビシオーンで残留争いの中心にいたが、2006年夏にミゲル・アンヘル・ポルトゥガルが監督に就任すると、2006から07シーズンは開幕から3連敗して、序盤こそつまずいたが、セルビア代表のニコラ・ジギッチとペドロ・ムニティスのデコボココンビを中心に据えた安定したサッカーを披露し、 中位でシーズンを終えた。2007年夏には、ポルトゥガル監督が退任し、チームの中心であるジギッチが、バレンシア CF に移籍するなど、再び降格の筆頭に挙げられたが、若き地将マルセリーノ・ガルシアの下で、攻撃的なサッカーを披露し、6位で UEFA カップ出場権を手に入れた。マルセリーノ監督在任期には、コパデルレーで2度も準決勝に進出したが、 2008年はヘタフェ CF に2010年はアトレティコマドリードに敗れてベスト4に終わった。2011年1月、インド人実業家さんアリサイドがクラブを買収し、所属選手の未払い分の給料と購入した株の支払いカンタブリア州政府からの貸付金の返済を約束した。しかし、アリサイドは契約を履行しないまま姿をくらませ、 結果として2000万ユーロに及ぶ負債が残った。クラブは倒産法を適用して債務の法的整理を行うこととし、降格処分は免れたものの補強は事実上禁止された。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。